11月19日土曜日、いなべ運動公園体育館で第9回チャレンジスポーツ in いなべが開催されました。さまざまな遊びが体験できるこの催しは、いなべ町育成会が企画し、いなべ市青少年育成市民会議が子どもたちに親子や友達との触れ合いを大切にしながら、心ゆくまで遊んでもらうとともに、気持ちよく体を動かしてもらおうと毎年開いているものです。今回準備された種目はチャレンジゴルフやバスケットビンゴなど全部で8種目。訪れた子どもたちは育成会スタッフの皆さんから遊び方を教わり、各種レクリエーションスポーツを楽しんでいました。種目によっては笑顔がはじけたり、真剣な表情になったり、遊びに夢中になる子どもたちの姿を見守る関係者の皆さんの表情も明るく和らいでいました。会場に並んだゲームはどれも公民館などで簡単に遊べるものばかり。いなべ市青少年育成市民会議では、これらのゲームを有効活用するため、市内の子ども会への貸し出しも行っています。気に入ったゲームがありましたら、ご覧のところまでお問い合わせください。